テッド・ウィリアムズ、セオドア・サミュエル。テッド・ウィリアムズ、1918年8月30日から2002年7月5日は、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ出身のプロ野球選手。右投げ左だ。ニックネームは、ザ・キッド・テディ・ボール・ゲーム、スプレンデッド・スプリンター、サンパー。MLB 史上最高の左翼手とも称され、ロジャース・ホーンスビーと並び、 メジャーリーグベースボール MLB で三冠王を2度獲得した通算出塁率482はメジャー歴代1位2打率406を記録時点で MLB 最後の規定4割打者であるサンディエゴで生まれる名前のティードー・サミュエルは父のサミュエル・スチュアート・ウィリアムズと大統領セオドア・ルーズベルトにちなんで名付けられた 地元サンディエゴのハーバート・フーバー高校時代からその才能は注目され、高校在学中にはすでにセントルイス・カージナルスやニューヨーク・ヤンキースからのオファーを受け取っていた。しかし、サンディエゴを離れるにはまだ若すぎると母親が反対したため、ウィリアムズは当時まだマイナーリーグに所属していた地元のパドレスと高校在学のまま契約を交わした。ウィリアムズは マイナーリーグで上記のパドレスとミネアポリスに所属し、メジャーリーグ昇格の機会を伺っていた。2メジャーデビュー。1年目から活躍し、打率。327、本塁が31本、145打点の活躍で、打点王のタイトルを獲得した。2は、打率4割の期待がかかり、シーズン最終日にフィラデルフィアアスレチックスとのダブルヘッダーを残して打率。 三千九百九十五打率分けを死者購入して臨の値までとなり規定打数に達しておりこの時点でも記録上は打率四割となるため周囲からは欠場を進められたしかしウィリアムズはダブルヘッダーに出場最初の打席で球審のビルマゴワンがホームプレートを吐きながら四割を達成したいなら力を抜くんだぞと言ったというウィリアムズは 同2試合で8打数6安打を記録し、打率4割を6輪上回り、23歳1ヶ月で、2、ジョージャクソンが打率4割を記録した24歳に、1ヶ月という4割打者の最年少記録を塗り替え、首位打者、本塁打王のタイトルを獲得した。これ以降、メジャーで打率4割を記録した者はいないため、最年少記録を出した選手が、最後の打率4割達成者となっている。 また、試合に出場した理由として、失社購入で4割となるため実際は4割ではなかったと言われるのが嫌だったと語っている。同年シーズンは、打点が120で、あと5打点稼いでいれば125打点のジョーディ・マジオに、並び三冠王だった。2は、自身初の三冠王を記録。2は、メジャー最多大記録の2度目の三冠王を記録している。 2も三冠王のチャンスがあったが、最終戦に一も差で打率を逆転されて、首位打者を獲得できず、三冠王を逃した。2>, 2は、打率がリーグトップであるが、当時の首位打者の規定である400打数に136支球が影響して386打数で届かず、逃している。このため、シーズン前に、打数ではなく、打席を採用することが決定している。 第二次世界大戦と朝鮮戦争による二度の従軍があったもののの引退までレッドソックスの主軸として活躍した通算打率344、521本塁打はレッドソックスの球団記録であるアンタジャブルと言われる出塁率5割を3度も達成し通算出塁率482はメジャー歴代1位また 通ーサンアップス1.116は、ベーブ・ルースに次ぐ、歴代2位である。アメリカ野球殿堂入り、からの4年間は、第3次ワシントン・セネタース及び、後進のテキサス・レンジャーズの監督を務めた。2002年7月5日、死去。背番号9は、レッドソックスの永久欠番となっている。生涯を通じて釣り、特に海釣りを趣味とし、シーズンが終わるとそのまま、 フロリダ州まで行って、海釣りに興じていたこともある。また、釣りの雑誌の表紙に出たこともあった。頑固な性格であった。堅苦しいことを嫌い、服装においてもネクタイの着用を拒否し続けた。ファンやメディアとの関係も、友好的とは言えず、その圧倒的な実力を認められながら、ジョーディマジのような大衆の人気を得ることはなかった。ウィリアムズは、ルーキーの頃は快く、 サインに応じていたが、狭いフェンウェイパークの外野のヤジなどが、ファンやメディアとの関係を悪くしたと言われている。引退試合においても通常通りプレイし、試合終了後にも、セレモニーどころか帽子を取って観客に応える。仕草一つ見せず、グラウンドを去った。ファンやメディアからは当然不満の声が上がったが、ザニューヨーカー指揮者で、後に作家となるジョン・アップダイクは、この一件について、 神々はいちいち手紙の返事など書かないものだと記している。しかし、最後の打率四割到達から五十年後の1991年五月、フェンウェイパークにおける記念式典に招かれた際には、新聞記者たちは、ウィリアムズは偏屈で帽子を取って挨拶もしないと書き続けたが、二度とそんなことは書けないだろうとスピーチした後、レッドソックスの帽子を振って客席に向かって朝した。 人種問題について、進歩的思想の持ち主であった。黒人であるウィリー・メイズが通算本類打記録で、ウィリアムズを追い越しかけた頃、ウィリアムズはメイズに対し、レッツゴー、ウィリーと激励したという。野球殿堂入りを果たした、際の式典スピーチでは、サチェル・ペイジや、ジョシュ・ギブソンなど、ニグロリーグで活躍した、名選手たちの殿堂入りを訴えた。 トニー・グウィンと信仰が深かったことでも知られ、グウィンを釣りに誘ったこともある。打率4割を打った1941年、二度の三冠王を取った1942年、1947年にも MVP に選ばれなかった。特に1947年に関しては、シーズン中に地元ボストンのある記者と記事をめぐってトラブルがあり、三冠王を取ったにもかかわらず、 その地元記者が10位までにウィリアムズの名前を書かなかったため、僅差の得票で敗れた。ただし、1946年と1949年には MVP に選ばれている。波外れた動体視力を持ち、78回転のレコードのラベルを読むことができた。さらに、空軍時代はその目を活かして敵機を多数撃墜していたという。また、 同体視力に加えて記憶力にも優れており、その日の試合で自分に投じられたボールのコース、球種をすべて記憶し、ノートに記録していたとされる。ウィリアムズの著作、バッティングの科学は、この日々の記録をもとに表された。ウィリアムズには、野球人生で三つの悔いがあった。一つ目は、ワールドシリーズのヒノキ舞台を踏んだのが一度だけで、カージナルスに敗れて、 チャンピオンズリングを手にできなかったこと。二つ目は、第二次世界大戦と朝鮮戦争での兵役で、選手生活を5年近く中断されたこと。そして三つ目は、瞬足に恵まれなかったことである。1957年、打率3割8分8輪で、史上最年長39歳で5度目の首位打者を獲得したが、ウィリアムズは、もし自分に、 もう少しスピードがあって、あと5本のヒットをナイアンダで稼いでいたら、2度目の打率4割を記録できていたと、修正悔しがっていたという。試合前の打撃練習にて、たまらないなぁ。なんで俺はこんなにすごいんだろう。面白すぎて1日やっても飽きないな。練習するたびに、どんどん打撃が上手くなるななど、自画自賛していた。一方で、周囲が遊びに街に出る中、ウィリアムズは、 夜10時には就寝して、タバコも吸わずにいるなど、徹底した自己管理をしていたという。プルヒッターであり、この特徴から、クリーブランドインディアンスの監督ルーブドローは、内野手を右に寄せるブードローシフトと呼ばれる作戦を編み出した。この作戦は、後年に日本プロ野球で、王貞治に対して組まれた王シフトの原型となった。 引退後にウィリアムズは特に第一ストライクを狙うことが強打者になる第一の秘訣。というのはストライクを逃せばそれだけ打者に不利なカウントになる。そうすると投手も思い切ってどんどん投げてくる。こんな簡単なことがわからない打者が今の野球には多すぎるんじゃないかな。第一ストライクを打つ打者がたくさんいるチームは必ず好成績を収め。また、それこそが プロ野球だと述べている。ただし、ウィリアムズ自身は、死球が多い打者だった。野村克也は、現役時代、打撃不振に陥った頃に、ウィリアムズの著書と出会い、その中で、ピッチャーは、投げる際に、すでに吸収を決めており、吸収によって、体の動きに、微妙な変化が出るという胸の術を読み、これをきっかけに、ピッチャーの癖を研究するようになったという。 死の直前、自分の死体を冷凍保存する胸の遺言を残したなどで物議を醸した。長男は冷凍保存を望み、長女は仮装して、遺体を海に巻くことを望んだ。一審では、長男の勝訴となったが、長女の要求した最新の結果、双方の意見を尊重し、遺体の頭部を冷凍保存、胴体以下を仮装とする判決が出された。現在は、 実際に頭部のみ、アルコー延命財団で冷凍保存されている。また、長男は、その数ヶ月後に、急性白血病により亡くなっており、本人の希望により、同財団に冷凍保存された、英語版、より一部翻訳。詳細は、英語版を参照のこと。と、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。